また2登板続けての2軍被弾か。これに関してはさっき以上に嫉妬やからしゃあないが、しょうもないな。でも打たれる相手がなんか全体的にしょうもない打たれた相手をディスりたくないんだけどね。それも間接的に、いや違う、直接的に佐々木朗希もディスっとるから、そんなやつに打たれる令和の怪物かっこわらってなるからね。いやでも正直打たれたくないというか、打たれるわけないだろうってやつに打たれてるのはちょっとあかんかな。なんか意外性がある、変な意外性がね。お、吉井コーチの笑顔を見るには一軍昇格はもう目前だ。早くも？イエース！この西武戦を終えて一軍昇格の兆しから一軍昇格目前になった。前作と比べてテンポが早すぎるね。もっと長かったよ。まあいいピッチングしているからっていうのは大前提あるんだろうけど、いやいくらなんでもちょっと早い。いや前作ともしかしたら変わってんのかもしれないね。その難易度が一軍に上がるための。このままいけばどうだろう。4月の2軍登板ゲームはまだ1試合残ってるんですけど、そこの結果次第では4月最後にサプライズで1軍昇格あるんちゃうの。いきましょう。4月29日、4月最後の2軍登板ゲームは野上との投げ合い。結果次第では1軍昇格があり得る戦いになるね。で、巨人戦2軍登板するのは2度目なんですけど、前回登板時からもうオーダーの変更はないですね。両チームともに。すげえ弱々しいわ、巨人。どうしたん？日本人選手が並ぶだけであそこまで弱々しく見えるんだね。なんか一人カタカナのやつがいたら全然違うと思うんだけどね。それこそもう日本人選手がイチローみたいな感じにするのもいいよ。なんか ずっと漢字やからすげえ弱々しいんだよ。そんな弱々しい打線を完璧に抑えましょう。なかなか勝てずに苦しんでますけどね。でも防御率はいいのでいいんです、いいんです。2軍での勝ち負けは何も役に立たない。だいたい4敗している佐々木が1軍昇格目前まで来たんだからね、何の意味もないですよ、負け星なんて。まあそりゃ勝ってたらより評価が上がってたんだろうけどね。で、今の打球、まあ吉川直樹ということを考えたら、たとえ取ってても内野安打が成立するかな。しょうもないな。山下浩太、うわ、バントさすんかい。この辺もつまらへんわ。セオリー通りすぎて、お前イチロー以来となる高卒ファームでお前首位出し取ったんだから、そうそう打たしてやれよ。その結果佐々木から打てるかどうかは別として、でも打たすだけいいよね。打たさないとちょっとピンチやぞ。もう今日は1点も失点することなくいきたいね。まあ QS とか達成したらもちろん評価上がるんだけども、ただもう QS 達成して評価を上げるんじゃなくて、僕2軍ですること4月にしてもないんですけどみたいな圧倒的なピッチングを見せてね、1軍に上がりたいんで。圧倒的なピッチングじゃないともしかしたら4月最後のねサプライズとして1軍昇格はなくなるかもしれない。あくまでも目前になったってだけで、そこから案外長かったりするケースもあるからね。ここからだよな問題は。はい、三振 OK。 腰砕きの三振完璧。今日の佐々木朗希の気合は違うで、勝つ負けるは一旦置いといて。おっと、いい援護くれたね。ナイス。今誰のホームランで入った？こんなことなかなかないんだけどね。今日はホームラン打ったのは、あ、安田祐二じゃないか。かつては佐々木朗希が投げていた時にエラーをかまして、それが炎上につながったけど、今日は佐々木朗希の一軍昇格をなんか記念として祝ってくれてんのかな。ありがたいね。まだ決まったわけじゃないけど、まあでも決まったも同然でしょう。この一撃あった後は佐々木が抑えるのであれば、なんなら同時に安田も昇格あるかもしれないね。安田ってもう高卒3年目なんだから一軍で使ったっていいんだよ。レアードという三塁手がいる以上はなかなか使うタイミングがないんだろうけどね。え、フェア、あれがそうなの。ああ、そうなんだ。へえ、うん、じゃあしゃあないね。いいいいいい、増田陸、坂本二世なんて言われとるが、それはまだまだ先の話。バント差し取る時点で坂本感ないけどね。もう決まってこれやな。2軍の CPU 気色悪すぎる。いくらなんでもランナー1人出たらバントで、2軍くらいもっと打たせや、伸び伸びさせやってことを毎作品言うとるな俺、スタープレイヤーで。あんのけ。ルーガー福田光という選手がそこにいた。センキューありがとう、ナイス。でも今の佐々木朗希だったら取れてると思うんだけどね。抜けるか。もうしょうもない失点は勘弁ね。安田の一撃あった後のイニング、ここで失点したらまだ2軍でやるべきことは残っとるなって首脳陣に判断されて1軍昇格が消えるからないように。危ない、セーフ。狭い球場なんでこういう打球が行くの。ほんでランナーセンターなんか今パニックっとったね壁に衝突しながらなんか走ってなかった。
リプレイで映るかな、どうだろう。後ろ後ろ後ろの注目、ほらほらほら、もろもろ映っとるやないか。いや聞こうやね、怖い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 。なんかストレスやね、ストレスが原因でああいうプレイというかなんかしたんでしょうね。まあ、野球というのはストレスが溜まりやすい、毎試合やるもんですからね。あと2軍ともなればね、上下関係もそやし、コーチからなんか言われたりヤジとかもより飛んできやすくなるから、ファンとの距離が近いから。ロッテファンはそんな厳しい印象結構あるか。なんかね、すごいチームに愛を持ってる方が多そう。僕巨人ファンですけど、巨人ファンの持つイメージっていうのはやっぱにわかとかね、そこまで好きじゃないというか、好きだけど好きじゃない。もうなんかロッテに関してはヤンデレ気味た好きを感じるんだよね、一人一人から。12球団ある中ロッテを選ぶってそういうことでしょう。言い方は悪いけどね、うん、他に選択肢があるのにロッテを現代でも応援してるってことはそういうことですよ。愛が強すぎね。昔からのファンが多い分ヤジとかも結構きつい言葉が飛んできたり、応援団がボイコットしたりとかね、あるかもしれない。だからやむんかな、ああいう気候に走るんかな。怖い怖い全部俺の妄想やけどね。でも気候したのは事実や、変な行動したのはね。佐々木はそうならないように完璧、今日一番いいわ。ヒットもね、序盤に2本浴びただけでその後抑えてる。こういうパターンが多いね。序盤に2本、3本、4本、1イニング、2イニングでヒット浴びました。でもその後完璧に抑えました。以後繰り返しで。立ち上がりが逆に言うと不安定すぎるという見方もできるけど。ただ尻上がり良すぎるよ。完璧。もうキレッキレ。このカーブもたまには投げよう。9位 G ということもあるんでね。もう毎試合投げて1球くらいなんだけど。ちょっともうちょっと積極的に投げてもいいかもね。あーやっぱ9位ないから、あかんか。やっぱカーブに関してはね、最低でも9位が F、 E くらいになるまでは封印しとくわ。プロで2軍で投げていい球じゃない。もちろんこの先1軍で上がっても同じことが言えるね。基本はもうストレート、サークルチェンジ、フォーク、スライダーの組み立てで、それ以外の球種を無理して背伸びして投げる必要ないわ。なんか投げなきゃダメという義務感に時々襲われるピーマンがいるんですけどね。いやまあいろんな球種があるからさ、いろんな球種使った方がいいんちゃうかなと思うんだけど、ただ CPU 対戦って実はそんないろんな球種使う必要なくて、もう凝り固まった投球でいいんですよ。その凝り固まりすぎてね、今プロスペースのランク戦実況とかやってますけど、そこで苦労するんだよね、いざ対人戦ってなったので。この CPU に通用してた配球全く通用しなくてね、泣きを見るんですけど。ただまあ機械は機械、人は人なんで、機械に通用する投球っていうのはもう理解してるつもりだ。またバントね、ありがたい、ありがたい。もう現代でやるべきことじゃない。日本野球がいつまでも遅れてる理由はここに詰まっとんねん、集約されとんねん。1軍でもこんな感じか。だとしたら佐々木朗希から得点取るのは厳しいと思うけどね。力には力で対抗しないと、いつの時代も力相手に義で逃げちゃダメだよ。いつまでたっても打てないよ。この辺も三振で楽々おティンティンなとこ。もうしょうもないしょうもないしょうもない、ヒットになるなよ。オッケー、福田ごめんな、今日出番多いな。やたらとお前のとこ飛ぶね、その辺な。ショートの定位置じゃなくて、あのセカンド寄りのとこよく飛ぶね。でセカンドが勝つ気やから、お前のその負担も大きいというね。福田頑張らないと。あの辺ボール判定なのがいまいち謎というか、いつまでも謎というか、前作から謎というかね。俺個人はあそこストライクだと思って毎回投げとんだよ、ストレートも変化球も全部ボール判定されとるから、なかなか辛いっすね。すれ違いがあるな。5回までパーフェクトで6回裏のマウンド行きますよ、もちろんね。いや行くも何も行けと言われたら行かなきゃダメなのがね、野球選手としての義務なので。でも完璧やな、今日2軍で一番のピッチング内容だわ。あおおおお、言ってるそばから危ない。これはもうね、どこまで続けるかわからへん。まあ9回までどうせ生かされるんやけど、9回までもしもこのピッチングを続けるのであれば、もう頼ますよ、1軍昇格。こんなピッチングしたんだから。で、次回以降1軍の登板ゲームをプレイしていく、それが一番いいじゃないか。いいね、いいね、いいね。1軍早々上がるってなったら、1年目の目標をすぐさま果たすことになるけどね。目標チェンジした方がいいかな、もしもこの後上がれるのであれば。いや、4月の後半じゃない、終わりに上がれるのであればね、今後一度も2軍に落ちてくることなければ、それなりの登板機会が得られる。そんな2020年の新人王に選ばれるチャンスも十分にあるということだから。
2020年松坂がね1年目で新人を取ったように、佐々木朗希令和の怪物も1年目で新人を取るという目標に切り替えた方がいいのかななんてね。もう上がった気でいるよ、バカだね。まだ試合中で7回やのに。問題はここからだよ。スタミナが切れかけようがなんだろうが酷使されるんだから、ここからが一番大変なんだよ。本来のチームだったらねここで変えるんですよ。もう十分仕事は果たしたと。そもそも他のリリーフ投手もおるやろかい。育成戦でええのかい。二軍で完封完投にこだわるとか聞いたことねえよ。なんやねんその謎のこだわりは。何の役にも立たねえし、マイナスしかないけどね。でもそのマイナスがあってもマイナスを見ようとしない CPU なので、機械的に投げれる投手は投げ出されるんで、しゃあないよ。ここからがめんどくさい。あい、ありがたい。こういう状況下の中はもうバントしてくれてアウトになる。これダブルプレー、ヘイヘイス。いつまでも遅れた野球しとったらええわ。佐々木朗希はもう未来にいるから、あ、もう過去にいるようなお前たちを相手にしてる場合じゃないね。時間を奪うなよ佐々木のだ。こんな時間必要ないね。あらへんね、消えろ早く。まだ行くんやね。もう時間奪うな言うたんやけどね、まだ行くんだ。ええやろ、仕事を果たしたぞ。あー、ちょっと佐藤くん、佐藤くん頑張ってね。うん、ごめんね。ベースカバーこの辺ちょっとねプレイヤーですから、あまり俺上手くないんで、ベースカバー基本入ろうとしないんで、染みついてないんで。そんな野球をしたことがないから、野球を習ったことがないから、遊びの範囲でしかやったことないからね、うん、ベースカバーに行くという発想がそもそもないから、いつもプロスピやってるとき突っ立ってるわこの後ね。守備に関わろうとしない、連携プレーを知らない男なんで。なんすかそれ、野球って投げて打つスポーツでしょ、そういう認識です。もう苦しいっすね。もう変えてもいいんじゃないかなこの後。余計な失点がまたしょうもない評価の下げにつながるんだから。これどうだ、吉川確実に盗塁してくるよね。来るな、来いよ。もう一球牽制で、もう一球外す。動きはないね。さすがにこれ以上外すのはあれやから、もうストライク入れていかないと。もう一球牽制、動かないね。そんなんでええの、逆に。逆にだよ、動けや。アピールのバナナね、山下もこらえきれず打っちゃったよ。いや打って正解やわ。いつまでも走らないランナーを待っててもね無駄やしね。うわ、で9回行くんかい。もうじゃあここまで来たらもう9回完封で、はい、もう俺は一軍の選手や、佐々木朗希や令和の怪物やっていう圧倒的な力を見せても、はい、一軍昇格しましょう。ちょっと思ってた展開と違うけどね、ここまで投げるとは俺は思ってなかった。あーよかった、そこにいた西巻、センキュー。守備固め送られてるねこれ。あと2つ。あっ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 、やめて。ああ、もうホームランもしょうもない。もう本当にお前、両翼97メートルしかないんだから、お前こんなホームランと言えるか。お前神宮でも入らんようなホームランやないか。なんで2軍毎回ここでやるん。投手泣かせな、地獄だね。起用法も地獄なら球場も地獄。投手を殺したいんかな、マジな話ね。育たへんわこんなとこで。いやでも逆に育つか、こんなハードな環境だとね。そのためここでやっとんのかな。うわ、しょうもないわ。もうあれが行くので注意が必要なんだよ。これで3試合連続の被弾やね。前々回登板の野村から始まり、その後西武のようわからん選手に打たれて、で今菊田4番の、まあまあプロスペクト選手ではあるけど現状の力がそこまででもない分打たれちゃダメなんだけどな。なんかちょっと間違ってます、打たれる手順。まあ、ええわ、もう最後は立てようかね。 OK、 まだ161キロ出てるわ。ほれ、156キロ、最後はフォークシンプルに、シンプルにプルプルに震えてどうぞ。ありがとう。2軍で最後ヘッドスライディングで、立岡さん必死か。必死なやつをバカにするのは良くないことやけどね、ちょっと笑ってしまうね。必死すぎてパイセン情けないっすよ。そんなことやらずにちゃんと打てばいいのね。それができないから必死になるんでしょうね。わかりました。さあ、必死じゃなかった佐々木朗希は完璧に最後の無駄な一撃はあったけども抑えて、こういうピッチング内容です。さあ、一軍昇格はあるか、目前まで来たんだぜ。どうなのどうなの、最後サプライズプリーズ。来た、吉井コーチに呼び止められた。テテテンテテテンテテテンテン、
ここ最近の活躍ぶりを評価された、一軍昇格を言い渡された。 OK、 シリーズ1年目の目標はもうすでに達成ですね。初の一軍昇格が最後の最後にサプライズで来るというね。これはどうだろうね、他の11球団のドラ1たちはもう一軍デビューしてんのかな。もしかしたら佐々木朗希が一番最初だったりする。あ、でも他ね、社会人とか大卒の選手もいるから一番ってことはないかな。まあ、とにかくこの4月30日、4月最後の最後に佐々木朗希が1軍に上がったのは事実や。でもうあと1試合で4月が終了するので、とりあえず、日程を1日だけ進ませていきたいと思います。今回の動画は4月終了時点で終わりにして、次回以降またその先をプレイしていくことになるのでね。だから最後ですね、これ現在このロッテ3連勝中らしいです。で、佐々木朗希が上がってきたゲーム、もちろん登板する予定はないですよ。先発起用ですからね、リリーフとして出てくることもない。で、現状のロッテのオーダーはこんな感じ。うん、かつてはね、荻野とか福田とか田村2軍にいたけど、今1軍にいて、そして三馬、ロッテの新戦力ですよ、それが行くことになる。さあ果たしてどうだ。佐々木朗希が1軍昇格をしたゲームでロッテは負けた。なんで負けるん、それも逆転負け。三馬今季2敗目、新加入選手1勝も勝ててないの、それ悲しくない。今日負けたのはその三馬自身に問題があるんやけどね。6回投げての4失点、チームが得点を取ってくれてたのをそれをこらえきれずやったから負けたんでしょ。負ける理由は納得だけど、ここまで勝ててない理由は納得できねえぞ。新戦力が一度も勝ててないとか虚しすぎませんかね。何のため FA で取ったんやってなるからね。4月の月間 MVP 発表、最初の2020年の月間 MVP は投手中日のセリーグ大野雄大、野手では読売ジャイアンツ丸、何のおかしさもないね。パリーグに関しては投手では、おお、ロッテの石川歩夢復活したのかな。で、もう一人は埼玉セブライオンズの殿崎。正直意外なメンバーズ。セリーグに関しては納得。パリーグに関しては、お前なんっていう感じだね。月間成績を見ていくと、石川防御率 1.57、月間4勝2敗となって10勝。殿崎は3割で6分9厘、6ホーバー、31打点、4盗塁と。31打点、月間えぐいね。はぁ、最強なユーティリティプレイヤーやないですか。セリーグに関してはこのようになって、丸が月間4割、こっちは36打点。あのね、これね、確かに数字はすごいんですけど、ただ3月4月含めてね、トータル何試合あるんだろう、めっちゃあるんちゃうかな。そう考えたら、まあすごいけど、そこまででもないような気がするな。試合数の多さもあるから、こうやって打点数は多いですね。で、チームはですね、最初の1ヶ月を終えてロッテ2位ですね。で、1位が楽天。新戦力を補強したチームが上にいる。逆に抜かれた西武もここにいるのは、やっぱ殿崎の活躍もあるからね、まだまだ強いことには変わりがない。まあこういう情勢で、オリックスに関してはクソ弱い。ちょっと待って、さっきチラッと見た感じね、ジョーンズ新戦力めちゃくちゃ打っとんのよね。見てこれ、3割1分1厘でここまでほぼフル出場で、その中ホームランも6本、もう打点は25打点で、 OPS で見るとどれくらいやろかね、めちゃくちゃ高いんちゃうかな。OPS9 割だよ。これね、殿崎いなければ月間 MVP も十分あり得たと思うんですけどね、こんだけ活躍してる新戦力がいて、あとロドリゲスという選手もね、新戦力でめちゃくちゃ打ちまくってるのにもかかわらず、こんな、ことになんねんか。月間9勝、恐ろしや恐ろしや。まあ、一つ言えるのは、佐々木がこの球団に入らなくてよかった。オリックスのドラ1は宮城というね、高卒の投手なんですけど、宮城、お前には同情するよ。で、佐々木としてはこんなチームに入らなくてよかったと、今のところ、ほっとしてます。次に2019年ドラ1選手の月間成績を確認していきますが、今画面に映ってるのはまだプロデビューを果たしてない選手です。佐々木朗希含めて、プロデビューしてないのはこういう選手。逆に言うと、ここに名前のない選手たちはもうプロデビューしていて、あれで奥側の名前がないですよね。実はもうあの男デビューしてるらしいんです。一人一人成績確認していきますが、まず西武のドラ1の選手ですね。宮川ですね。宮川に関しては今画面に映ってる通りです。登板3試合の中、防御率は 6.75 で5回3の1を投げての、まあいい成績とは言えませんよね。こういう数字になっている。で、日ハムのドラ1の河野ですね。河野はね、現状規定投球回到達して、登板6試合の中、防御率が 3.66、39イニングを投げての2勝2敗と、なかなかの数字を残してますよね。内容に関しても QS 率、HQS 数もそれなりに良くて率も高いし、フォアボール少なくて、WHIPなどで見ていくとランナーも全然出していないので、内容もいいから、この後もこのピッチングを続けられる。いや、なんならもっともっと良くなる予兆すらもあるから、このままいけばこの男は新人王ちゃうかな、パリーグは。今のところはね。で、野手で唯一出場してるのは楽天の小保方です。まあ、いろいろと昨年話題になりましたけど、この選手、少ない機会の中ね、6打数の3安打打って打率5割。
り、本塁打とかはまだないんですけど、打点1打点で、盗塁に関しても1個だったかな、1個ですね。ただ出塁率5割7分1厘で OPS は10割を超えてる。もちろん少ないね打数ですからね、その中のこの OPS でポチる人はそんないないけど、ただ打ってるのは確かですからね。次はセリーグのドラ1選手を見ていきますが、まずはカープのこのドラ1の森下、こっちも規定投球回到達していて、登板6試合の中防御率が 3.58、 37イニングを投げての1勝3敗。まあ、この選手はもうプロ1年目からある一定の数字を残すだろうっていうことは言われてましたけども、確かにこのプロスピでも残してます。ちょっと無援護なのが悲しいとこ。なんなの、黒田の悪党を受け継ぐのはお前なんかな。ジョンソンもね、かつての沢村翔な姿もあまりないですけどね、なんか悲しい。カープ全体がちょっと悲しい数字って感じですけどねまあでも森下も1軍デビューしていてこういう数字を残していて、そしてもう一人佐々木朗希のライバルとなる奥川に関してももうすでに1軍デビューをしていて、ここですね、1試合登板しました。それがどこなのか何なのかは分からないけど、その中防御率は 7.20、 5回を投げての勝ち負けつかずの失点数が4失点、プロデビューはいい結果とは言えませんよね。まあまあ高卒1年目のルーキーで初登板ということを考えたら、5回投げての4失点はまあ9大点と挙げる人もいるだろうけど、ただ甲子園の圧倒的なピッチングからの初登板がこれっていうのは、んってハテナマークを抱える方もいるかもしれへんけど、ただ佐々木朗希よりも早く、誰よりも早く高卒勢の中ではドラ1でこのプロ1、プロデビューをしてるんでね、ちょっとそこに競い負けたって感じかな。奥川以上に早く1軍で投げるところをお見せしたかったんですけど、それは叶わずですね、後を追いかける形になっている。それは高校野球の時からもそうやけど、このプロの舞台でもそうか。現状はね、始まりはね、最終的にはね、佐々木朗希が上になっておけばいい。ただそれだけの話なんでね、先にデビューされたってだけです。初物も奪われてるってだけです。そんな初物大好きな佐々木朗希でもないからね、なんだって愛せるんだから大丈夫大丈夫。この後に来る登板機会に備えて、そこでね、奥川以上のインパクトあるプロデビューといきましょうよ。改めて佐々木朗希の2軍成績を振り返っていくとですね、月間で7試合の機会があって、その中51イニングを投げてる。井口監督は佐々木朗希は1年目のうちは50イニングくらいしか使わないなんて言ってたんだけど、もう使っちゃいましたけど、どうすんの。まあそれはリアルな話、このゲームだと別に関係ないから。まあその中 2.44 という防御率を残して2勝4敗で負け越しているのは残念だけども、完璧な結果を残したからこそ今一軍にいるんでしょうね。一つ一つの登板機会を見ていくと、始まりの開幕戦から良くて、その後も良くて、でもその後一回谷に安田によって落とされて、もうあっち行けみたいな感じでね。でもその後自力で這い上がってきて、まあなかなか勝てない環境は続いたけども、負けながらもいいピッチングはして、最終的に今回の動画で9回投げての1失点という完投勝利を挙げたことによって、今ここにいて1軍デビューすることが決定した。このままいけば次回の動画でプレイする佐々木朗希の1軍デビュー戦はオリックス。で、さっきも確認した通り、オリックスはここまで勝率2割台。打線を見る限り結構強い印象ありましたけどね。ただ圧倒的に負けてるチームに投げれるっていうのは佐々木にとってはプラスでしかない。あのチームを、まあ、次回登板することになるかどうか分かりませんけど、登板する機会があったら完璧に抑えて完璧なプロデビュー戦にしてみせたいと思うんでね、ようやくスタートラインに立つことができました。ここから本格的にこのシリーズは面白くなっていくと思いますので、引き続き佐々木朗希の令和の怪物物語楽しんで見ていただけると嬉しいです。今回動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またおう。